一緒にいたい、好き、一緒に帰ろう、まあ、言うだけただというか、もう相手が僕のことを知りたかったら僕全部言いますし、あの全部言えるところは言うんで、経験人数以外は声を大にしては言いづらいんですけど、まあ、1000人ぐらいですかね。侍かみたいな千人切りなんつって、もう正直どうでもいいどうでもいいですね。僕はまあ福田さんしか見てないんで、一発目で落とされなかったら僕はいけると思ってます。僕みたいな人は多分出会ったことない人だと思ってるんですよ。最大の武器は明るさだったりするんで、明るさでブサイクをカバーしてやろうみたいなそんな感じです。それが無理だったら絶対に一発目で落とされてます。僕参加者の中で一番下だと思ってるんで、僕は自分を出し切ることが一番の近道かなと思ってますね。